天満宮は、青森県弘前市西重森、西方岩木山に、愛対志願下に先達が淵を見下ろす、継承地に鎮座する神社。地名を冠して、弘前天満宮とも称される。旧尊者。菅原道真、阿尊命を祀るが、身体は下術する、大公院において、大神として祀られていた、天満宮のものに、 道院本尊の文司菩薩と、種里城によった大浦家の先祖が祀っていた神神、天神様を合わせ祀るという。前身は、長栄寺松峰山大公院という、修験道登山派の寺院で、広志藩、名人一等氏では、天満宮自体は、元禄二年に、上田村の橋雲寺に、広前藩四代藩主、津軽信正の聖母被災をによって寄進されたのが、 始まりで、明治3年に、大公院が廃されるに際して、久雲寺から移した、もので、一説には、大公院廃寺に伴い動員境内に鎮座した、若木神社を、天魔宮としたものともされているが、慶長15年に、広崎城に移され、さらに、信政の命で久雲寺に移された、天魔宮であるとも伝える。なお、大公院は、半世時代に、 東山派または大峰派の津軽藩における、司頭で後に歯黒橋島も兼ねていたが、当神社社殿によれば、菅原家の三瀬鎮長丸から十二代目の後院に、当たる栄武が、慶長三年に、津軽ためのの招きに応じて慶から津軽に来住して、大根小村に祈願所として、仮道を改装したのが初めであって、翌四年二月に、八和村へ移転するとともに寺六三十国を、与えられ、 官営二年に新寺町へ移転後、法歴四年に法恩寺の造営に際して、津軽藩役総院のあった現在地に参戦したものと、いい、あるいは、慶長十七年に改装されたものとも言う。常日のように、広志藩、明治一等氏は、明治三年に大閤院が廃寺となって、天馬宮となったとしているが、新鮮道の区国氏には明治四年に大閤院が、 主権道を拝して、神道潜逸の菅原神社に返事、時の印珠、樹、海は光界は減属して、祠手のひらに展示、愛殿に、少なびこなの神を祀る、若木神社を廃したとし、明治9年段階では、本社は造営中につけ、最人称度の神ともに、祠ストムかザフに遷されていたとしている。ありがとうございます。